どうもしゅんです。こんにちは。今回は面接添削企画ということで問い案内さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は広告志望の学生ということで広告業界の採用担当と仮定して問いさんには面接していただけたらなと思います。はい、ではどうぞお入りください。失礼します。どうぞおかけになってください。お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずよろしければ簡単に自己紹介していただけますか。はい、わかりました。明治大学商学部の3回生をやっております田中智博と申します。はい、中学高校ではラグビーに6年弱取り組んでおりました。で、大学では明治大学の学生向けの SNS メディアを運営と、あとは、学生向けのボディービルコンテストへの出場ということを主にやっておりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、学生時代に頑張ったこととか、特にこの自分の中で取り組んでよかったなということあれば教えていただけますか。はい、はい、頑張ってよかったなって思うことっていうと、その明治大学の学生向けの SNS メディアを自分で立ち上げて、で2年ほど運営してきたことになります。はい、よろしければ詳しくお聞かせください。はい、自分がこれを始めようと思ったきっかけっていうのが、その自分が明治に進学した時に同じ大学に進学した友人がいなくて、で友達作りっていうのもあんまり得意ではなかったので、あの情報にすごく取り残されていたっていうことが、すごい孤独感とか疎外感っていうのを感じていました。でそれで、例えば具体的に言うと、大学の履修の情報とか授業をどうやって探せばいいのかとか、サークルをどうやって探せばいいかとか、そういうことって本来コミュニケーション上手な人であれば友達に聞いたりとか、頼りになる先輩がいてそこから教えてもらうみたいなことがあったんですけど、自分はそれがちょっとあんまりできなくて、でそれをなんとか教えてくれるような先輩みたいなものが欲しいなって思いまして、でそれを感じながら1年生の後半になりまして、慶応義塾の大学の学生向けの SNS メディアっていうものが成功しているのを見て、でこれの明治版をやったら同じように、その自分が抱えていた孤独感であったり疎外感を持った学生に対して情報を届けられるんじゃないかなっていうふうに思って、でそれで始めました。それで言うと、やっぱり大学の普段のお知らせだったりとか、授業の情報とか作の情報っていうことを主に配信して今もやっております。なるほど。さっきからラグビーとボディービルと、はい、そして SNS メディア運営とかなり幅広い活動をされていらっしゃるようですけれども、はい、こういったあの活動の源泉にはどういった気持ちがあるんでしょうか。源泉としては承認欲求と探求心の2つだと思います。どちらも詳しく聞いてみてもいいですか。承認欲求とは、承認欲求というのは自分が結構昔からその一番になれなくて、その一番より少し下にいたりとか、あとはそのいじめにあったこともあって、その教室で運は取り残されてしまうみたいなことが結構経験としてありまして、そこでその一番になって注目を浴びてる人とか、そのクラスの輪の中心にいて目立ってる人っていうのを見て、それに自分がすごい劣等感というか、自分もその中に入りたい、その中で中心になりたい、注目されたいっていう思いがものすごくありました。それがやっぱりラグビーにおいてもそういうところは結構あったので、どうやったら自分がそのチームにおいて貢献できるのかとか、見てもらえるかみたいなことをやりましたし、でボディビルにおいても、注目を浴びたい、でその人たちに楽しんでもらえるような自分の立ち位置みたいなものを作って、で活躍したいみたいなところで挑戦をしました。でまた SNS メディアにおいても、まあオフライン上だけではなくて、オンライン上、インターネット上で情報を発信したりとかして、楽しんだり有益だって思ってもらえるようなコンテンツを発信したいなと思ってやっていて、それがやっぱり承認欲求ということが自分の今までの活動の源泉だと思っています。探究心についても教えていただいてもいいですか。探究心については、自分でもちろん言われたことをやるとか、そのなんていうんだろう、言われたことをやるとか、その徹底的にやるみたいなことはあるんですけど、そのただそれをやり、言われたことだけをやるだけでは面白くなくて、自分がそのラグビーをやってる時においても、その言われたことを仕事としてやるっていうよりも、もう一つ自分だけにしかできない特技とか、その自分だけにしかできないその突破力とかパフォーマンスを発揮した時に、そのもうプラスアルファでボーナスで点数が入って、そうするとさらに人々の期待を超えてその喜ばれるっていう経験がありました。でボディビルにおいても、自分だけにしかできない唯一無二のポジションっていうものを作った方が絶対に活躍できるっていうふうに思ってやった結果、やっぱり監修には大受けしたっていうところがありますし、で SNS メディアにおいても、これはもうやり方っていうのは結構ありふれたことで、大学生向けの SNS メディアっていうことがあるんですけど、もうそれを徹底的に長く最初から始めて2年、今2年近くやっていて、大きな企業とかバックがなくて自分で主体的に動いて2年続けてるってなかなかないと思って、で徹底的に続けてサポートし続けるその誠実さみたいなものもやっぱり原動力として、その探究心っていうことがあると思っています。
具体的にそういった、まあ、根性とかその粘り強さ、はい、発揮された経験で成果を出したものがあれば教えていただけますか。じゃあ2つあるんですけど、ボディービルコンテストの方で言いますと、自分は1年生の時の1年生の冬に出場したんですけど、6人の学生、いろんな大学のマーチとか関東圏の大学の学生が出場できるボディービルコンテストがあったんですけど、自分はその中で6人中3位に結論として、入賞することができました。でこれは結構僕としてはすごいことだと思っていて、僕はまずラグビーをやっていたとは言ってもほぼ素人というか一般人のひょろひょろの学生だったんですよね。一緒に出場した時に周りを見渡すと、東工大のボディービル部の部長ですとか、あとはアメフト部で4年間やっていた4年生ですとか、あとはもう東大のバーベルクラブでなんかボディービルコンテスト出場してましたみたいな人がいて、名だたる人がいる中で自分はもうひょろひょろのガリガリのチビで、でこれでどうやったら勝てるんだろうっていうところを思った時に、僕としてはその再現性とか筋トレをするとこれだけ自信がついてステージに出てたりとか、自信がついてその努力したら報われるみたいな根本的な人間性が磨かれるっていうことを伝えたいと思って、でそういうことを結構伝えるようにしたところ、他の学生とは違ってその笑顔であったりとかメッセージ性みたいなものもちゃんと評価されるコンテストだったので、それで6人中3位っていうところに凡人ながら入賞することができました。ではですね、ちょっと論点変えて志望動機を聞いてみたいんですけれども、はい、今あの模擬になりますので、はい、よろしければ一社想定していただいて、で、はい、そちらの志望動機をおっしゃっていただけますか。わかりました。じゃあ博報堂さんを、はい、会社として想定させていただきます、はい、で、志望動機としては自分の根本的なビジョンっていうところが、先ほど申し上げた承認欲求っていうところがあります、うん、人の心を動かす表現っていうところに携わりたいと思っていて、うん、で、人の心を動かすっていうのが具体的にはその社会に居場所を感じられるであったりとか、あとその自分にやってやろうっていうような奮い立たせるようなそういうメッセージというものを人々に与えて、その心を動かしたいっていうふうに思っています。でそれの原体験としてはいじめであったりとか、ずっと一番になれなくてその真ん中ぐらいをさまよっていて注目されなかったっていう原体験がありました。でそこでそれを達成するためにはどういうことをやったらいいのかなっていうところを考えたときに、博報堂さんであれば徹底的にやりきる力とか、その独自のポジションを確立して人々から注目を浴びるような行動を起こせる、で形にできるっていうところを博報堂さんで活かせると思って志望させていただきました。ありがとうございます。ちなみになぜ博報堂だとそれが発揮できると思ったんですか。博報堂さんの OB の方とお会いしていて思ったのが、その人の心を動かすとか、その正解ではなく別解を導き出すことが必要だっていうことをおっしゃっているところがすごい印象に残っていて、例えば一番になるっていうことは僕がものすごくできなくって、そこに劣等感を覚えていたりとか、その注目されないっていうところがあったんですけど、そこでその一番、ただ論理性とか頭の良さで一番を取るんではなくて、別解であったりとか人間にインスピレーションを与えるような、そういうことをやるのが広告業界にできることだと思ってるっていうことをおっしゃっていて、そういうことを言っているところ、そう、正解ではなく別解よっていうところとか、人の心を動かすっていうところをやりたいっていうふうに思って、で博報堂さんを志望させていただきました。ちなみに就活の軸みたいなものってあるんでしょうか。就活の軸は先ほど重複してしまうんですけど、人の心を動かす表現に携わりたいと思っていて、そこで広告業界っていうのを一つの選択肢として考えております、うん、いじめが原体験というふうにおっしゃってくださってますけれども、はい、そこで、人の心を動かしたいなっていうところのつながりをもう少し伺いたいなと思っていて、はい、例えばいじめをね、助ける教育団体に就くこともできたし、はい、教師になってもいいし、はい、あるいはそのいじめっていうシステムをなくすため予備校の先生とか他の居場所を作るような学校に入ってもいい、はい、そこで居場所を作ってあげてもいい中で、なぜ広告だったんでしょう。もちろん原体験としていじめがあって、そこでもっと人々に注目されたいとか、そのメッセージを伝えて反応が欲しいっていうところが結構あって、でそこで教師になりたいとか、いじめをなくすようなっていうところももちろんありはしたんですけど、そのラグビー部の活動でおいてやっぱり仲間に恵まれて、その結構いじめのコンプレックスっていうのが結構解消されていたところがあって、でそこでそうであってもやっぱり人に伝えて反応がもらえるっていうところを、よりいろいろ自分でブログで発信をしたりとか、さまざまな切り口で挑戦をしたんですけど、そこで一番需要相手目線でその世の中のマスであったりとか、多くの人の中でその目指す伝えたい層に向けてなんかコンテンツを出していくみたいなところをやりたいと思って、それで広告っていうことになりました。はい、はい、ありがとうございます。では最後に何か博報堂に質問したいことはありますか。そうですね、
やっぱりその僕自身が まさに迷っていることで正直なところなんですけど、大手の総合広告代理店さんって数ある中で、結局差別化するっていう時になった時に OB 訪問であったりとか人の良さっていうところを最後に押し出さざるを得ないのかなっていうところは結構現状としてありまして、そこではなくて博報堂さんの事業においてやはりここに強みがあるだったりとか、人事としてはこういう人間に活躍してもらいたいと思っているみたいなものがあればお聞かせいただきたいです。はい、私からの質問は以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変緊張したと思います。いや、本当に緊張しました。やばいです、はい、どうですか、手応えは。全然問い詰められてる感がなくて、うん、なんで広告業界がいいのかとか、その原体験とかっていうところをちゃんと論理性を持って、まあ、自分のできることは緊張しながらでも喋れたかなっていう感じ、うん、すごい話うまいなと思いました。なんか聞いてられるなと思いました。じゃあ問いさん、まずあの結果の方をお願いします。おー、なんでだと思います？論理性の部分と、あとなんでいじめを撲滅する方じゃなくて広告にしたのっていうところがちょっと準備不足だったかなと思います。正解、はい、面接は自分の振り返りが大体正しいです。人から模擬面接のフィードバックをもらうよりも、はい、自分で自分の振り返ってあそこダメだったのかなっていうところが大体正しいです。へえ、そうですね、はい、というわけで実は模擬面接で気にするべきことは、話す声の大きさや姿勢だったり、はい、声のテンポだったりと、自分だけでは振り返れない部分を見てもらう方に集中した方がよくって、はい、それは最高なんです。直すとこなし。はい、ありがとうございます。めっちゃいいなと思いました。めちゃくちゃ分かりやすい。ありがとうございます。そしてその素直そうな感じ、はい、自分の弱みを、承認欲求を認めるその強さ、うん、弱みを認めることは強さですから、はい、精神的に安定してそうな感じ、はい、そして伝わりやすい話し方と声のテンポと音量、はい、ね、完璧。ありがとうございます。バスの札を持ちながら見るのめっちゃシュールですけど、ね、で、落とした理由ですが、はい、志望動機が甘すぎます。多分 ES で落ちると思います。あ、正直に言ってもったいないです、はい、他の、自己 PR に近い強みな話だったり、はい、学生時代に力を入れたこと、はい、そして自己紹介もね、最高でした。最高だったからこそ、はい、志望動機がズタズタ、はい、すごく気になる、あらとして目立ってしまう、はい、まず逆質問って言われる、何か最後に質問ありますかって聞かれたはずですね、最後、はい、時に御社の強みは何ですかって聞かれたら、うん、御社の側はどう思うと思います？まあ、それを分かって志望してここに来てるんだろうっていう感じがします、はい、そうですね、ちょっと用意できなかったです。これって恋愛に例えると面接はすごく分かりやすくなるんですけれども、うん、はい、例えば私田中君のこと本当に好きなんだけど、田中君ってどういうところがいいところなのって聞いてるようなもんです。お前なんで告白してきたの。そうそうですね、ちょっとおかしいです。順序がね、変なんですよ、はい、例えば OBG 訪問で今のところは博報堂さんの強みがわからない、これは全然構いません、はい、でもそれはできれば OBG に相談した方が低く、あ、そうです、うん、ここに来てるところではもう完成させて、はい、手遅れということですね、はい、この強みと弱みは事前に研究してほしいなと思うんですが、はい、そんな気持ちは山々でどう研究したらいいか分かんなかったんですよね。はい、そうです。そこでどういう情報に当たればいいかを今日紹介できたらなと思います。はい。一つ目、オープンワーク。オープンワークはご覧になったことありますか？はい、何回か使ってます。実はオープンワークを見る方法として一番いいのは競合と並べてみることです。一社だけ見てもこの会社良さげ、この会社評判悪ぐらいしか感想を抱けないんですけれども、はい、何社か比べるとこことここって比べてこういう口コミが多いからきっと社風がこうなんだろうなとか、あるいはこういう理由でこの会社を辞める人はこの会社に多いけどこっちの会社を辞める人はこういう理由なんだな、じゃあ例えば博報堂を辞めた人のコメントを見て、博報堂を辞める人ってこういうキャラの人が多いんだ、じゃあ自分はそうじゃないよってどうやってアピールしようかなとか、はい、そういう戦略を立てられるようになるので、はい、電通、博報堂、ADK と3社少なくともあとサイバーさんですね、はい、比べながら比較を表にしたりしながらメモを取ってほしい、あ、はい、というのが1つ目。めっちゃ具体でいいですね、はい、2つ目の情報はこういう疑問がパッて湧いてる、これを、はい、これ結構 ES とかでめっちゃよく見る広告業界の、あの絶対落とすって思いますね。就活の軸なら見つけ方とかってあったりしますか、うん、
旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。